んでるタコだですよね。止めるとこが、でもここ行くとあれか、出れなくなっちゃうか、他のバイク。あっち行くか。俺のバイクが出れなくなるのが嫌だから、この辺に。ここ穴がある。あと、なんか。はい。オッケー。はい、オッケーだ。何なんでしょうね、ここね。何か奥にあるのかな。なんてパコダなんだか知らないけど。どっか奥の方に、ね、ここはなんだ。あ、ドネーションだ。ドネーション、多分。ドネーション。ドネーションで、食べようと思えば食べられます。食べてちゃう？いいのかな。どうしよう、食べていこうかな。いいの？あ、じゃあ、Thank you. テレビ。ドネーションです。なんかいろいろ。Thank you so much. テルテルバ。あとでお布施しとこうね。はい、お布施しときます。はい。まあ、朝ごはん食べたからね、あれなんだけど、じゃあちょっとだけ。こうやって、なんていうのかな、お寺に来ると、みんなが寄付をして、で、食べられるシステムです。はい。気にしない、気にしない。多分お祭りだからこういうシステムなんでしょうね。はい、いただきます。これ美味しい。この漬物、まるっきり日本の漬物と人ですね。だからあれですね、本当に社会保障が仏教を通じて行われてるっていうことですよね。
これがねミャンマーの良さですよね。良さ、この漬物美味しいですね。ごちそうさまでした、はい、やめさせてもらおうかな。Thank you. テルバテルバテルバあ、テルバ Where is the donation box? What? Donation box Donation box Donation 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 I don't Money Bye. Thank you. はい、ごちそうさまでした。これはやっぱりデーラね。ドネーションボックスはどこだって言って、奥の方にあるって言って、ただ今集会やってるんで、出らんないから5000ちょっと渡しときました、はい、まあ料理的にはね、まあ、2000円ちょっとか3000ちょっとぐらいなんだけど、まあそういうもんだよね。やっぱりそのごちそうになったありがとうございましたとこういうところで、はい、美味しかったです。はい、ミャンマー来たらね、こういうことがありますので、はい、これがね、社会保障につながります、はい、ミャンマーのね、その貧しい人たちへの、その富の分配とこういうところをですね、みんなが、ご飯を食べられるっていうシステムがこれです、はい、ですので、お寺に来られて、でまあ、ご飯を食べてね。でまあ、その時にはまあ、寄付という意味合いで、お金を支払っていただければなと思います。まあ、5000ちょっと1万ちょっと分かんないですけど、まあ、5000ちょっとぐらいでいいと思いますね、1人だったらね、うん、もちろん倍の金額払ってますよ。今の料理のあれだと、まあ、大体、その辺で食べれば2500ちょっとぐらいかな、それか3000ちょっとぐらいですけど、うん、やっぱりそれが社会保障につながるとなれば、まあ、払ってもなんだ、ね、役に立つということですからね、はい、はい、いい機会でしたね、これがね、ミャンマーの社会保障につながります、はい、なんとも言いますけれども、社会保障です、はい、仏教を通じた社会保障とこういうことですね。みんなが安定して暮らせるというシステムがここに武器を通じて、あるということですね、うん、なので、そのミャンマーは非常に何て言うんでしょう、安全な、ね、国ということになりますね、はい、まあ、それの裏返しですね。みんなが安定してご飯を食べられるということがね、その治安の良さにもつながっているということですね、はい、これにもね問題があるんですよ、そのドネーション、うん、っていうのもね、これはね、まあ、こういうふうな言い方はよろしくないのかもしれないけど、単なる消費でしかないんですよね、
単なる消費なんです、はい、あ、みんなが安定して暮らせるの、暮らせるシステムではあるんですけれども、これは単なるとあの消費であって、ね、そのパゴダを作るとか、ね、ご飯を食べられるとか、そういったものはですね、あの何かを生み出すということはないわけですよね。例えば、まあ、経済的に言うとそのビジネスをね、新しいビジネスをして、でもって、これどっちだ、パゴダ、あ、ほうほうほう、はい、経済的にはね、投資をして、ね、新しいビジネスを起こして、で利益を生ん でまた投資をしてと、そういう循環が生まれなければいけない、ですよね。それがね、利益が出たらお布施に回ってしまうということがね、回ってしまうと、これは単なる商品ということで、新しいビジネスが生まれにくいと、そういう土壌を生んでいるのが、現実というか、その経済的な、ね、経済が発展する、プロセスからすると、ね、ちょっとっていうところですね。まあどっちがいいんでしょうね、これはこれでいいシステムだと思います、いい文化だと思いますね、はい、ね、人それぞれ考え方がありますね。一生懸命働いて、ね、その経済を発展させる、それも一つの幸せ、物がいっぱい買えますよね、それも一つの幸せということですね。あ、これまっすぐ行ったらビーチですね、はい、この道よりも左行った方がいいね。はい、これまっすぐ行ったら、文化マンビーチ、ちょっと名前、ミャンマーの名前は難しいですよね。はい、あれです、ダウェイで一番その栄えているビーチ。海の絵とかもいっぱいありますので、はい、くつろげると思いますよ、はい、であとなんだ、浮き輪とかもこういっぱいありますので、1日だいたい1000チャットで借りることができますのでね、はい、なかなかね、いいビーチですよ、いいビーチですよ、はい、